プリンセサデアストリアス級装甲巡洋艦は、スペイン海軍が国産した装甲巡洋艦の艦級で3隻が建造された。本級が計画された頃のスペイン海軍では、全土級戦艦ペラヨの姉妹艦を建造する予定であったが、この時期にドイツ帝国が植民地獲得に乗り出し、スペインの植民地であるカロリン諸島の脅威となりつつあったため、急遽この予算を、 植民地防衛用の新型装甲巡洋艦に当てることとなった。これが本級で海軍計画により3隻とも国産建造された。本艦は艦元の高い平ら艦艦型船体に当時の主流である水面下に昇格を持つ艦首から艦首艦艦上に24センチメートル砲を単装式の一番土砲塔で前向きに一機を配置。 その背後に司令塔を下部に組み込んだ環境は両側に船橋を持っており、その後部に一段の見張り所を持つ短脚式の全部マストが立つ。船体中央部には2本煙突が立ち、煙突の周囲には艦内への吸気用として着せる型の通風塔が立てられている。三番煙突の後部は関西艇置き場となっており、その後方に立つ後部マストの基部についた、 クレー日記により運用された。後部甲板上には、後部マストが立ち、524平方センチメートル番路砲を、道路向きに1機を配置。複方の14センチメートル速射砲は、原則甲板上に棒立てのついた、単装砲がで片に4機の、計8機を配置していた。近接火器として5.7センチメートル速射砲が、単装砲がで、計10機が配置されていた。 他に、耐水雷低用に 3.7cm 機関砲が、計10機が配置されていた。この武装配置により、前後方向に、最大で 24cm 砲1門、14cm 砲2門、左右方向に 24cm 砲2門、14cm 砲4門を、向けることができた。手法は、国産の百八十六年型メートルライフル砲、 を採用した。この砲は、走行巡洋艦、クリストーバルコロンの手法にも採用された砲である。その性能は 150kg の重量急砲弾を、最大行角20度で14000メートルまで届かせられ、射程4200メートルで、クルップ後半に対し24.8センチメートルの貫通能力を、14000メートルで84センチメートルの貫通能力を有していた。 この砲を新設計の炭素式の露砲塔に収めた。本館の露砲塔は最圧部で 122mm に達する強固なカバーを被せており、方針は使用しないときは、砲塔内に格納できる凝った機構を用いていた。砲塔の不行能力は、行角20度、深角5度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右125度の旋回角度を持つ。 手砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電動で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は1分間に1発であった。副砲はスペインがフランス企業に依存していたため、加盟1884年型 14cm 速射砲を採用した。その性能は 36.5kg の砲弾を、 最大行角25度で15000メートルまで届かせられた。この砲を単装砲がで片芽4機ずつ、軽発機を減速ケース名と配置した。不行能力は行角25度、深く10度である。旋回角度は300度の旋回角度を持つ、方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。 発射速度は1分間に4発であった。他に、耐水雷艇迎撃用に 5.7cm 速射砲を単装砲がで8機、ノルデンフェルト 3.7cm 機関砲を単装砲がで10機、対艦攻撃用に 45.7cm 魚雷発射管を原則部に、単装発射管を片源2機の計4機、 艦首部に45.7センチメートル水中魚雷発射艦1機を配置するなど小型の船体に数多くの武装を配置していた。本艦の防御力は排水量の割に優秀で原則走行は末端部でさえ150ミリメートル、中央部は300ミリメートルにも達する重厚な水戦武装甲を持っていた。砲塔の棒立ても最圧部が100ミリメートル、 バーベットも200ミリメートルであった。カラッカ海軍造船所にて1889年9月23日に、寄港、1896年10月17日、浸水、1903年6月10日収益。1927年12月に除籍後、解体処分。エルフェロル海軍造船所にて1890年9月1日に、寄港、 1897年3月19日、浸水。1903年3月30日収益。1905年10月28日に喪失。カラッカ海軍造船所にて1890年に、寄港。1900年9月24日、浸水。1904年収益。1929年に除籍後、解体処分。ありがとうございます。